マイタウン市川。今回は地域の知と交流の拠点、千葉商科大学と市川市の包括協定について特集します。お楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。2月25日、脚本家水木陽子が生前暮らしていた家、水木陽子邸でミニイベント歯切れで作るおひなさまが開催されました。八幡の住宅街に佇む水木陽子邸は毎月第2第4の土曜日日曜日に一般公開されていて、それに合わせたミニイベントが月に一度開催されています。今回は歯切れで作るおひなさまと題して、水木陽子が愛用していたタンスなどが置かれている和室と広い縁側を使い、着物などの歯切れを使ったおひなさま作りが行われました。講師は水木陽子市民サポーターの人たちが務め、正方形の歯切れを縫い合わせるところからおひなさまの形に折り合わせていくまでの工程を分かりやすく説明し、参加者は和気あいあいとした雰囲気の中でおひなさま作りを楽しんでいました。透明な、ほら、透明な方がね、いいの、なんとなくこう、かわいいの。楽しかったですよ。みんなで集まってやるのが、私はいいと思ってますから。はい。思ったよりか、ちょっと難しくて、大変勉強になりました。今月の水木陽子邸公開日は、11日、12日、25日、26日。11日には水木陽子が愛用した電気蓄音機で第九を聴くミニイベントも開催されます。こんにちは、篠崎直子です。河野台にあります千葉商科大学へやってきました。今回は千葉商科大学と市が結んでいる包括協定について、実際の授業の様子を交えながら、その目的や取り組みなどについてご紹介していきます。千葉商科大学と市は平成20年5月に包括協定を締結。それぞれが持つ資産を相互に活用して地域への貢献や双方の発展に役立てるため、コンピューターやインターネットに関連する情報通信技術 ICT をはじめ、文化・国際・福祉・健康・環境・まちづくり・産業振興・災害の6つの分野で様々な連携事業を行っています。千葉商科大学ではキャンパスを開放し、市民向けに様々な講座などを開催しています。2月25日は CUC 地域連携フォーラムとして、生涯学習、社会人教育と大学の役割、新しいライフステージを支える学びから活動までが開催されました。このフォーラムでは、はじめに社会人の生涯学習を支援する千葉商科大学の取り組みが紹介されました。その後、その支援を受けた市民により、市川の歴史や文化、介護や生活支援など地域研究の成果が発表されました。またテーマに沿ったパネルディスカッションも行われました。パネラーとして参加した市教育委員会の田中陽慶教育長は、大学という専門性の高い機関と連携することで、市民の学びに対するさまざまなニーズに応えることができます。今後もバラエティに富んだ企画を大学と共同連携して行っていきたいと話しました。包括協定ではこのほかにも、千葉商科大学附属図書館で私立図書館所蔵の予約図書を受け取ることができるなど、市民にとっても有益なさまざまな連携を行っています。私ども千葉商科大学は、日本で一番地域市民に役立つ大学を目指して頑張っております。この包括協定がその私たちのミッションを実現する上で大きな役割を果たしてくださることを期待しております。
今年20周年を迎えた地域ボランティア団体コミュニティクラブが千葉商科大学と協力してジュニアカレッジ in 商大を開催します。これも包括協定の一環として行われるということです。早速その様子をご紹介します。開催日当日の朝8時30分千葉商科大学の学生ボランティアが集まってきました。多くの子どもたちがキャンパスに訪れるため、子どもたちの誘導や体験教室の手伝いなどで学生が参加します。お二人今日はどうして参加されようと思ったんですか？まあ、特に予定がなかったので、なんか人に役立つことやろうかなと思って参加しました。図書館のリブメイトっていうボランティアをやっていて、そこでこのボランティアをしないかって声がかかったので、せっかくだから参加しました。今日はどんなことをされるんですか？絵本の見聞かせのボランティアの方のサポートをするっていうふうに聞いています。そうなんです。頑張ってください。このイベントを開催したコミュニティクラブは、遊びを通して地域で子どもたちをたくましく育てていくため、地域の方がボランティアで将棋や工作などの教室や体験活動を行っています。その20周年を記念したイベントとして、千葉商科大学のキャンパスを借りて開催したのがジュニアカレッジ in 商大です。この日は市内のコミュニティクラブにより20を超える体験教室が開かれ、多くの子どもたちが集まりました。ジュニアカレッジ in 商大では商大生による体験教室も開かれました。こちらはミサンガ教室です。ミサンガは手首などに巻きつける刺繍糸のお守りで、糸選びから編み方まで商大生が直接手ほどきしていました。商大生の体験教室で男の子に人気があったのが射的とストラックアウトです。射的は学生手作りの輪ゴム銃を使って的に当てるゲーム。ストラックアウトの枠も学生の手作りです。参加した子どもたちも楽しみながら真剣に遊んでいました。こちらはこの日の思い出作りにと学生が考えたフォトスポットのコーナーです。学生手作りのフォトフレームなどを使い、インスタントカメラで撮影します。どの写真にも子どもたちの笑顔が映っていました。どうですか、こういったイベントに参加してみて。いいです。初めて参加したので知らなかったんですけれども、ちょうど小学校のお便りに入っていて、コミュニティがあるのも知りました。でなかなかキャンパス入る機会もないので、すごくいいですね。いろんなイベントがあって、多分一日楽しめると思ったんで、結構早起きして頑張ってきました。こういったイベントがこう大学の中で開催されるっていうことについては、なんか思われますか？大学の雰囲気とかが味わえるので、なんか私自身も楽しいし、子どもたちも大学来たの初めてってすごく喜んでて、いいなと思いました。すごくいいですね。僕も久しぶりに大学に来て、やっぱりこの雰囲気って素晴らしいですし、なんか落ち着くし、こういったところもやっぱり子どもたちになんかあまり来る機会がないんで、ぜひ、ね、こういうところで楽しめたら楽しい、面白いなと思います。ボランティアとして参加した学生の皆さんは、このイベントで何を感じたのでしょうか？今日一日やってみていかがですか？そうですね、やっぱり子どもたちがやっぱり自分らも21歳か大学生なんで、やっぱ下の子どもに教えるっていうやっぱ難しさを改めて知りました。自分の大学でこういったイベントが開催されるってことについてはどう思われますか？そうですね、やっぱり近しいと、協力してやってもらうことについては、やっぱりそういった取り組みをどんどんしていったら、その地域に貢献していくっていう意味ではいい取り組みでは
ではないのかなと思います。すごいいい機会だと思いますね。やっぱりあの地域の子どもたちとこうなかなかこの年になると接する機会が少ないので、あの大学でこの地域に触れ合えるのはすごいいい機会になったと思います。なんか子どもたちがこういうのがあったら楽しいとかそういうのが知れるので、あと自分の子どもの頃と比較したりとかもできるんで、すごいいい機会だなって思いました。まあ、今回このジュニアカレッジをこの千葉商科大学を会場にして行っていますが、やってみての感想というのを聞かせていただけますか。小学生が要は大学に入るっていう機会が今回500名近く、小学生が、まあ、1日だけ大学生になれるという機会ができたってことが、あのやっぱ結構ここに入るだけでも楽しい体験ができたんじゃないかなと思ってます。千葉商科大学と市との その包括協定がなければここまであのちゃんとトントン拍子で 話が進まなかったんじゃないかなと思ってまして、千葉商科大学って結構ボランティアとかそういう 市とあとは地域との協力関係が結構連携が綿密に最近活発に行われているということで、結局こうやりたい思いと、まあ、その包括協定があったこと で、ね、無事こう無事なんとかなんとかうまく、はい、開催できたということですね。この日のフィナーレには直径5メートルもの手作りの熱気球が子どもたちに披露され、家庭、地域、学校で子どもたちの成長を祈る皆の思いを一つにしていました。市川市は豊富な資源を持つ千葉商科大学と連携し、地域の発展に向けてさまざまな事業を行っております。今後も積極的に協力してまいります。梅や河津桜が咲き春の訪れを告げるこの頃、市民の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本市は都心からほど近くにありながら水辺と緑が豊かな自然環境を作る文教住宅都市です。草花が芽吹き虫や鳥たちが活発に動き始めるこの季節は、見慣れた街の風景も生き生きとより美しく感じられるのではないでしょうか。そして春といえばやはり桜の開花を楽しみに待つ方も多いことでしょう。市内には桜の見どころが数多くあり、私たちの目を和ませてくれます。この身近な景色を気軽に楽しんでいただけるよう、市内の道路や川沿いにはベンチやポケットパークなど設けています。桜が街中を薄桃色に染めた後には芝桜や梨の花も咲き、そこには多様な生き物が集います。市民の花バラが咲く初夏まで、市川の街は色鮮やかに華やぐ時を迎えます。市民の皆さんにおかれましては、春うららかな街を歩く際には飛ぶ鳥の羽ばたきを見上げ、足元の花に目を向けながら、この豊かな自然を慈しみ、自然の文化を織りなす市川の美しい景観を感じていただきたいと思います。3月21日午後0時30分から南行徳市民談話室で在宅医療推進セミナー、身近な医療について考えてみようが開催されます。内容は歯科医師の萩原博明さんによる訪問歯科診療の現状と注意点についてと、医師の金川武則さんによる身近な医療について考えてみよう、最後まで身近な日常を継続するために在宅医療のすすめです。対象は市内在住在勤の方先着80人までです。電話かファックスで地域支え合いかまでお申し込みください。次回の放送予定です。3月11日からのマイタウン市川は3月12日施行の改正道路交通法について詳しく紹介します。ぜひご覧ください。